からの発信、新しいブランドホヤで震災復興、今回はホヤホヤ学会さんの方に取材に参りました。会長の田山恵子さんに、お越しいただいております。田山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ホヤって一体どういった生き物になるんでしょうか。ホヤなんですけど、よくホヤ害と言われることが多いんですが、脊索動物と言われるものなので、軟体動物と言われる貝とは別で、なので人間とかそれから魚の方がホヤは近い分類の動物です。ホヤは実は宮城県が全国生産量1位の産物です。でそれが震災によって全て流されてしまい、ホヤって3年かけて育つので、ようやく復活したんですけれども、主な消費先だった韓国の禁輸措置ということで現在続いていますので、せっかく復活したホヤがなかなかその売れないというところで、ホヤが売れないと宮城県は困りますし、ホヤが売れれば宮城は潤うということで、復興というところでホヤはとても重要な関係性を持っているというふうに考えています。生産者の厚見様にもお越しいただいております。宮城の特産品であるホヤを、その全国の方々に知ってもらうことによって、その震災にも宮城県だったり復興につながると思っているので、ぜひやっぱりいろんな人に知ってもらいたいなと思っております。私は宮城県に住んでいるわけではなく、よそ者なので、当時の思いとしては、どうしたら私がこう一緒に関われるのかっていう、本当途方に暮れてる状態でした。12年になりますかね、関わらせていただいている間に皆さんに出会えて本当良かったなっていうところがもう一番です。で今もこうやって一緒にそのホヤというものを通じて宮城の振興ということに携わらせていただいているということが本当にありがたくて、とってもいい場所なので、ぜひホヤを目当てにですね宮城に来ていただければ本当に私もありがたいなと思っています。今回は東京でホヤを美味しく食べられるお店を取材いたします。宮城直送かきホヤという名浅草店さんを取材いたしました。代表取締役社長松野美穂さんにお越しいただきました。松野さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私どもは宮城県の方で柿やホヤなどを使った飲食店をしておりまして、東京の方でも三陸の美味しいホヤを食べてもらいたいなと思いましてオープンいたしました。私どもは宮城県で震災を経験しまして、飲食店として何ができるのかということを考えた結果、三陸の美味しいものをたくさんの人に消費してもらうことが一番の震災復興へのお手伝いになるのではないかなと思っておりまして、それでこういったホヤの専門店を営業しております。ホヤのお刺身をいただこうと思います。いただきます。甘みと旨みと苦みと酸味といろいろな味を感じられて、非常にユニークな食べ物だと思います。意外とトロッとした食感で、でも旨みも甘みもあって、誰とも絡んでいてすごく美味しいです。